平野市陽よう太神宮寺た太の脱退まであと3日、522、ティアラは有給取得で何をする聖地巡礼に追い込み作業。一番の後福5人最後の日。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月22日に平野市要26、神宮寺勇太25、岸勇太27の3人が脱退し、23日から長瀬恋24と高橋海人24の2人での活動となる t n g p i s 5人体制の終了が刻一刻と迫る中、心を痛めるティアラ、金プリファンの愛称。 の中には5人での最終日22日に有給休,休暇を取得し、自分なりの区切りをつけようと模索する姿も見られる。金プリはメンバーの脱退を前に現在、テレビ出演ラッシュ。20日はメンバーが日本テレビの5番組に登場するのだから、まさに金プリ祭りといった様相だ。高橋がズームイン。簡単、 サタデー5時30分から0110時30分から神宮寺が満天星青空レストラン18時30分からに出演。ああ、簡単ふ。みんなの動物園19時からには騎士が登場する。そして冠番組 QNG& ピンスル19時56分からはゴールデン2時間 SP だ。 しかし、なんといっても目玉は、22時55分から生放送の、メニュー101、NHK 総合。5人体制最後のテレビパフォーマンスとして、一番、シンデレラガール、ビューティフルフラワー、お披露する。テレビ出演がこれだけあっても、ティアラたちの心は晴れない。エンタメシライターが言う。 ジャニーズグループのメンバーの脱退は珍しいことではありませんがキンプリの脱退発表はファンクラブサイトの動画でのみ、二人体制移行後の5周年ライブも見通しが立っていません。ジャニーズ事務所は今年元日、日経新聞に、藤島ジュリー稽子社長、56名義で、2023年私たちの約束、として、 ファンファーストを原点に一つになるという企業広告を掲載しました。そこでタレント、支えるスタッフ、舵取りを担う経営者が同じ目線で語り、夢を分かち合うと記していたにもかかわらず、ファンファーストとは全くもえないという声がキンプリファンから上がってしまっています。キンプリファンは特にあまりにも存在な事務所の対応に怒り浸透ですね。 そうした状況もあり、ティアラたちからは、このまま何もないのかな、ラストライブもなしインライ,インスタライブもなさそう、など、悲痛な叫びが止まらないのだ。資格聖地に赴くファンも、神対応の企業は、それでも最後の日を自分なりに過ごしたいティアラたち、思い思いの方法でその日を迎える覚悟が伝わってくる。ツイッターには、22日また本題行こうかな。 平野神社で気を紛らわすのいいかも、金プリちゃんたちが行ってたロケ地巡りしたい。など聖地巡礼に出かけたい、というファンの声も少なくない。聖地の例として挙がった本田と平野神社について、前でのエンタメシライターが説明する。 プライベートで車やバイクが大好きなキンプリは2021年11月から世界的な輸送機器メーカーホンダの魅力を伝えるコミュニケーションプロジェクト ONDA ハートのメッセンジャーとして活動してきました。3人の脱退に合わせて東京青山にあるホンダ本社ビル1階のショールームウェルカムプラザ青山では5月22日まで特別展示を開催。 4月18日から放映された本 NDA Heart TVCM など、これまで放映した CM 映像やグラフィックが展示されています。そして、ショールーム内には、キンプリ5人の巨大パネルが設置されたフォトスポットがあり、それを1組2分間楽しめる整理券を配布中。 開館時間は10時から18時までなのですが、開館の数時間前から建物前には行列ができるほどの人気です。ただし整理券がなくても、ショールーム内には入ることができ、メンバーが出ている映像やパネルを見ることは可能。このホンダの神対応がファンの間で大きな話題となっています。平野神社も、金プリファンには有名な聖地の一つです。 京都市北区にある神社でメンバーの平野さんの名字と同じであることから訪れるファンも多数。現地ではキンプリや平野さんにまつわる絵馬がよく奉納されています。以前はツアーチケット当選祈願の内容が目立ちましたが、最近は平野さんやキンプリメンバーの明るい未来を祈るものが多いですね。四角 FC 動画、SNS。 削除前の保存作業聖地に向かうティアラもいれば、家で静かに過ごすティアラもいる。その過ごし方は、楽曲を聴いたり、ライブ映像を見返したりするだけにとどまらない。521からケラ4まで有給をもらいましたタップ。金捨てあったりから、録画しているものをすべて見続けようと思います。5人の彼らを目に焼き付けたい。そして、これからは2人の金プリを応援していく。 と、じっくり浸るケースもあれば、21、22日の有給はスクショしたり保存したりの2日に当てよ、キンプリ動画関連でこれ保存一感と、YouTube、インスタ、Twitter、キンプル、TikTok、FC 動画、など、各媒体の保存作業に追い込みをかける声も寄せられている。 ジャニーズ事務所は3人が脱退する5月22日に60本以上ある金プリのファンクラブ会員限定動画を全削除する方針です。同じように SNS なども削除される可能性が高い。現在、ファンたちは保存作業に追われているのです。スマホの容量が足りなくなったと悲鳴を上げるファンのほキ金プリ専用レコーダーを買ったというファンも、 まさに天やわんやという言葉がしっくりくる状態でしょう。前でのエンタメシライター。キンプリの5人体制として最後の日を、ティアラたちはどこで、またどんな気持ちで過ごすことになるのだろうか。キンプリファンにとって一番のコヒジンとなりそうだ。近く、平野紫仕様、どんどんいろんな魅力が出てきて、3人脱退前に5人が熱く語るインタビュー映像。 思わず泣きました最後にファンを嬉しくできたら。